人の悩みを解決することが僕はビジネスだなと思ってるので、ポイントは人のです。自分のじゃないんですよ。小山さん、突然ですが、突然だね、ビジネスって何ですか？めっちゃ難しいこと。ビジネスって何ですか？はい、いや考えてよ、十分でそんなの。ちょっと教えてほしいですね。まあ、ビジネスってじゃあもう一言で言うと、はい、一人でできます？いや、できないですね。絶対できないじゃないですか、はい。まあ、お金を稼ぐこととか対価を得ることとか、もっと綺麗に言うと、はい、サービスとか商品を世の中に提供することだと思うんですけど、はい、一人じゃ絶対完結しないですよね。おにぎり作っても食べてくれる人がいる、お掃除するにしても頼んでくれる人がいる、僕みたいに会計税理士するんだったら依頼主がいて、そもそも依頼主がビジネスしてないとそういった需要がなかったりとか、はい、人とするものなので、まあ、ビジネスって簡単に言うと人のニーズを満たすこと、もっと言うと人の悩み、困った、欲しいを解決することが僕はビジネスだなと思ってるので、なるほど、ポイントは人のです。なるほど、自分のじゃないんですよ。はい、確かに人に提供するものを考えるときに、あ、自分がこういうのあったらいいよねと思ったことから発起、想起するのはいいんだけど、はい、人にニーズ、この2つ、ニーズって困った、欲しい、いいなっていうのを解決することが僕はビジネスかなと端的に思いますけどね。その悩みを解決する、やっぱそういった視点を持ってる人がビジネスうまいかなと僕も思いますね。やっぱりそのテイカーなのかギバーなのかもそうですけど、はい、世のため人のため、まあ綺麗事に聞こえるかもしれませんが、それがあって成立するものだし、仮に単発的に稼げたとしても、そこの軸がなかったら結局リピートとか継続しないので、一発屋じゃないけどビジネスとはならないのかなと僕は思いますよね。だからよく言う詐欺とかってあるじゃないですか。どっちもなくないですか？人のニーズを満たすわけではないですよね。そうです。確かに一見ニーズは満たしてそうなんだけど、人のためになってないんですよ。結局自分がお金をまあかすめ取るっていう思考から来てますから、詐欺はビジネスではないですよね。ビジネスを続ける上で誰かの悩みを解決していきたいって思いが必要なんです。さっき言った通り、自分のニーズから商品を開発するっていうのも非常に多いかもしれませんね。自分がこういうのあったらいいのにとか思ったのを、これでも一般の人も思うんじゃないみたいな。ニーズとか人々の欲望とか、欲しいな、困ったな、なればいいな、めんどくさいなとか、そういったものをアンテナ張れる人っていうのはビジネスすごい上手いんじゃないかなと僕は思いますけどね。なるほどなるほど、うん、じゃあ自分が過去何困ったかなとか、そうそうそう、今おっしゃったようにいろんな人が何を困るのかなっていうアンテナを張るっていうのがビジネスを始める第一歩、ね、商品思いつかないよっていう人は、はい、そもそも自分が欲しいものじゃないと人が欲しいはずではないと思うので、自分がどうなりたいかな、何が欲しいかな、何が面倒くさいかなとか、そういうのを考えてみると、あ、じゃあこれを僕がやればいいんじゃないってなると、サービス、まあ、商品を考えるっていうのは簡単かもしれませんね。よくわかりました。ビジネスの本質が人の悩みを解決すること、うん、ということで、そう、人とするもんですから、こういうのがあって人間論とか精神論とか人間性とかが僕は大事になってくるんじゃないかなと結局思いますけどね。人様に付き合ってもらいたいと思えるのかどうかっていうのは非常に重要かなと思いますね。ありがとうございます。ビジネス、はい、こんな感じでいいですか？はい、会議しました。釈迦に説法だったらすいません。はい、ありがとうございます。はい、では、本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録お願いします。バイバイ。